いい感じ。いい感じだっけ。止まんなときこんなもんか。いやいやいや。お。おっしゃ。はい。よし。え、当たったじゃん絶対。絶対当たったじゃん。あそこから逆か。天の光めがけ矢を放て。しまった、あれに当てるんじゃなくてあそこからいるのか。塔の影が示す先より天の光めがけ太陽に向かって矢を放てばいいの。よし、影がここに来た時に打ち込めばいいと。太陽、あれか。面白い。お、そろそろとりあえず一発撃っとこうか。お、なんか音がした。音がしたよ。お、面白い。こういうの面白いね。はい、ということで、おはようございます、カイチです。皆さんお帰りなさい。久しぶりのライブ配信となります。で、まあ、だいぶ進んだかなと思います。最後とこ、お、やった。力の試練は超楽しい。前は多分この辺埋めてて、ここはマップできてなかったのかな。んで、あ、ここもまだだ。あ、ここだ。この辺やってたんだ。この辺やってて、ここゲルドの町行きました。で、女装うんぬんかんぬんって話はなんと服でしたね。女装女装かみたいな。これで町入れるようになったんですよ。なんか男性のことはボーイって言うんですけど、女性のことはバーイって言うんですよね、面白いことに。これで侵入しました。で、このタイミングで配信を始めたのは、いよいよこのゲルドの街の神獣ですねに挑戦するタイミングに来たので、そこを収録していこうかなと思います。よし、ちょっとね、もう力の試練はマスターソードで多分イチコロだと思うんですよね。受けるダメージもほとんどないだろうし。しまった、懐かしい。これ、あ、なんで今のやりたかったのよ。お、よし、あ、もうそれいっちゃうか。あ、止まんないんだ。行ってしまえ。最初ではなかったけど、今までよりは格段に早いな。なんだっけ、克服の証ももうだいぶ今溜まってますね。まあ、貯めるアイテムじゃないと思うんだけど、なんか4個増やせるか。これで何増やそうかなかなか決まんないですよね。
ここの町で珍獣に困ってるのは、なんだろう、この町の王女様かな、なんかリーダーが女の人 で、しかも100年前は一緒に戦ったのはなんか大人のお母さんみたいな女性なんだけど、どうやらその子孫か娘かな。でここでは新しい乗り物が出てきます。そうで、話を戻すと、ここの王女さんが今度はパートナーになって一緒に神獣をやっつけるみたいです。でまあ幼い王女さんだからこそのなんか悩みとかもあって、偉大なお母さんから今度は自分がその王さんになるわけなんだけれども、いきなり何だったかな、なんとかの兜っていうやつを、まあ要は家宝的な国のお宝なんだけども、それを盗まれるという。しかも盗んだ人たちが例の各地にいるイーガ団で、そのイーガ団のアジトがどこだったっけな、この辺か、イーガ団のアジト、これっていうのがあって、そこでその兜を奪い取ってその王女さんの信用を得るっていうイベントがありました。で、イーガ団のアジトも面白かったです。取っとけばよかったなと思ったんですけど、まあやっちゃいました。なんかイーガ団の あれが新しい乗り物です。イーガ団の中はなんかスパイ系のイベントでした。イベントっていうか仕組みになってて、で見つかるとこ、なんだっけ、そのなんだっけ、あれスネーク、ソリッドスネークのあのゲーム、メタルギアソリッドか、あんな感じで見つかると警報が鳴って、でイーガ団のなんか強いマッチョみたいなやつが出てきてバサッと一発でやられるというような感じで、まああのそのイーガ団のマッチョはライネルより強かったですね。一撃でやられてしまったんで、で見つからないようにその奥へ行ってイーガ団のボスと戦うんですけど、そのイーガ団のボスはめちゃくちゃ弱かったですパワーバランスが面白いことになってましたね。さあここで王女さんと打ち合う約束をしていたんですけど、どこにいるんだろう。これなんか名前が確か基地、監視塔か基地みたいな名前になってるはず。あ、この人か、ルージュ。あ、しまった、助走してなかった、助走してなかった。この兜ですね、奪い取ったのはというか盗まれたのは。いいよ、はい。ああ爆弾や使うんだ、いいね。うん、落雷ね。はい、わかりました。めっちゃあるじゃん。いいよ。さあ、あの範囲だったら落雷から逃れられるわけね。そう、なんかやたらとあの兜が自分に似合ってるかどうかっていうのを気にしてて、で被ったらまだ大きいかなとかって言ってたんですよね。それを今の仕草でなんか表現してるのが上手っすよね。
ちょっとブカブカなんだ。やっぱもうちょっと大人になってお姉さんにならないと。こっちだ、リンク。お、ちょっと待ってね。んで、これ3本にしたら命中率上がるね。これはこれで楽しそう。多分途中でダッシュとかするんだろう、多分。服どうしようの。ダメージ回避もいいけど、暑さでやられんかな。大丈夫かな。自分のアイスロットで冷えてんじゃん。結構遠いな。お、あれか。あ、違う。ただの柱。到着。気をつけろ。ちょっと待って。やばい、めっちゃ離れた。ここから離れるな。はい。攻撃到来。やるな、リンク。結構遠いな。こっちに来い。はい。あれ回復しちゃうな。リンク、今だ。ちょっ、来ると気をつけろ。なるほど、システムが分かった。で、こっからは出ていいんだな。おい、ちょっ、やば、当たる。だよね。よし。いいな。こっちに来い。あと一個だな。行ってきます。走れ。どう、よし。いや、面白いな。なんか残念だな。もっとやりたかったな。わらわではナボリスを沈めることができない。ここからはそなたに託すしかない。
頼んだぞ。さあ行きましょうか。多分難易度は他の真珠と同じぐらいだろうから頑張ればあと30分でクリアできるかな。ああ懐かしい顔だね。あんたは必ずここに来る。私はそう信じてたよ。ガノンに乗っ取られたこのナボリスを取り戻しに来たんだろう。じゃあまず内部の構造を示したマップを手に入れるんだ。あれがマップの情報が入った誘導席だ。あそこへ行くんだよ。はいよ。これはマップじゃないよね、多分。なんだろう、真珠がどういうふうに動くんだろう。90度回す。しかも3箇所あるの。なるほど、一応360度変わるんだ。まあいっか、順番にいこう。これもう一回回したら制御端末一個いけそうじゃない？ん？これで入って一回でいいか。そういえば宝箱あったな。爆弾やめっちゃ使いそうな壁だな。これで、あ、真ん中を動かしてみるか。あ、なんか線がある。お、通電回り始めた。おい、なんか来た。順調。